橋爪さんはどの作品を一本あげますか。いや本当にね6人6色でめちゃめちゃいいんですけど、私は阿優二の作品がすごい好きでした。うん、はい。どういうところが良かったですか。あの阿優二の演技を見たことがなくて、なんかその演じてる部分っていうのをまあ6人ともその正直あまあ、見たことはなかったんですけど、でもなんか阿優二ってここまでできてここまで人を引きつけられる力があるんだっていうのにこの映画を見てすごい確信を持って。 1>, 1人でねライブやったりとかもしてるんですけどでも、なんでこうゆにって人を引きつける力があるのかなっていうのがこの映画を見てすごい分かったような感じがしてなんかもう本当にね私は、まあ、自分、なんだろうな、あのー、すごく、まあ、オムニバス映画ですけどまた続きが見たくなるなっていう映画があゆだったかなっていう感じがすすごいいしますはい、ありがとうございます。はい、アユニさんはどうですか <laughs> え 私はですかねあの、まあ、ビッシュ結成してもう7年くらいになるんですけど本当にほぼ毎日一緒にいるんですよ。そのでも、まあ、私でいうとお母さんが5人いるみたいな環境でいつもやらせていただいてて。で父は特に すごいママ母というかもうお母様お母様のドンみたいな感じなんですけどそのなんかそのお母さんの恋愛を見ちゃったみたいな気,気持ちになってしまってあれ、こんな,こんな顔もあったんだみたいなすごいドキドキが止まらなかったなんか印象的でした、はい、お母様のドン、父さん <laughs> お母様のドン、ありがとうございます。